立候岡山本校社会保険労務士講座を担当させていただいております中倉と申します。資格試験の勉強を始めようと思っているけれども、勉強が続けられるか不安を覚えておられないでしょうか。本日はそういった不安を抱えておられる方に、資格の予備校を使う、3つの理由、はい、これをお伝えさせていただきます。私自身、社会保険労務試験に合格するまで、4年の月日を費やしました。そして今縁あって講師を6年させていただいております。そういった経験の中で、感じたことをですね、お伝えさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。資格の予備校を使う理由1つ目、情報量です。社会保険労務士試験の対象になっている法律の数をご存知でしょうか。実は60あります。さらに、厚生労働白書や、労働経済白書といったいわゆる政府の報告書からも知らされています。これらを全て網羅する、無理とは言いませんが、膨大な時間が必要になります。ちなみに私は予備校に通って4年、合格するまでにかかりました。もし通っていなければ、もっと時間がかかっていたかもしれません。資格の予備校を使う理由2つ目、環境です。テキストを開いたが、ついつい他のことをしてしまうっていうことはないでしょうか。ついつい携帯電話を触ってしまった、ついつい漫画を読んでしまった、ついつい横になってしまった、そんな経験ないでしょうか。私はそうでした。それを解決してくれたのが、自習室になります。理由は3つあります。まず他者の目、人は周りの状況に合わせる生き物と言われております。周りの人が勉強している中、ずっと携帯電話を触ったり、漫画を読んだり、横になったりはできないですよね。そして適度な騒音、人は無意識に何かの音を探して聞く習性があるそうです。つまり音が全くない状況だと、神経が過敏になり集中できないそうです。つまり集中するためには適度な騒音が、不可欠です。実はカフェのような、適度にガヤガヤしているところの方が、集中できる、そういった経験はないでしょうか。いわば集中を途切れさせる雑音を防ぐために、音のバリアを張ると、そんなイメージになります。最後に騒音に強くなれる、本番の試験の際マークシートを塗る音、消しゴムを使う音、お手洗いで離席する音、緊張も手伝って他の人の音が気になり集中できませんでした、そういった声をよく耳にいたします。ですのでそういった騒音に慣れておくこと、つまり集中するための適度な騒音に、してしまっておくこと、これが重要なことになります。情報量、環境、そして資格の予備校を使う理由3つ目、仲間です。社会保険労務士試験の受験生は裾野が広く、20代から70代までの方々が一緒に勉強されておられます。学生さんや主婦の方、社会人の方や定年退職した方とおられます。勉強って孤独ですよね。でも一生の目標に向かって頑張る仲間がいる、つまり他者の目があることで、勉強が続けられる仕組みとなっております。合格するか不安で勉強のモチベーションが上がらないけれどもどうしよう、模試の点数が上がらないけれども、勉強方法はどうしよう、おめでとう、次は私の番だから待っていてください。社会保険労務士だけではありません。他の資格を目指されている方と、机を並べて勉強し苦楽を共にした、仲間というのは今後の人生の宝になります。このように効率的に学習する情報、勉強が続けられる環境、合格してスタートを切った後の仲間、そういった未来を想像すると勉強することってワクワクしませんか。最後にちょっとでもワクワクしたという方にお知らせ、レッド岡山本校では定期的に質問会も開催しております。詳細は
ホームページでご覧ください。